そう、人間ドックを予約したんだけどさ、ラミーがさ、最近さ、よく言ってる、なんかちょっと、体は痩せてるのに、体の一部が大きくなるっていうやつとかさ、ホルモン的なとこだと思うんだよね。調べたんだけど、女性のこのホルモン的なバランスが、なんかおかしくなってて、胸の成長が止まらないとか、ホルモン的なものだ、なのかもしれないと思って、その下手になんかその胸のエコーだけ取っても、わかんなそうだなと思って、思い切って、めちゃめちゃもう、ガンのあれこれとか、もう全部、もりもりの人間ドックを予約しました。これ、やっとけば大体のことはわかるやろうっていうぐらいの、女性特有のやつとかもそうだし、様々なガンの可能性をわかるやつとか、なんかいろいろね、そう、フルコースでやってもらうんだけど、それが、ほんと予約が取れなくて、まあ、言うなところなんだけど、あの全国にいろんなところにある系のところで、店舗変えても年末ぐらいまでどこも空いてなくて、まあ、でもね、あの予約しました。一番早く取れるところで予約した。やっぱその女性ホルモンの関係なのかなって、しっかりね、見てもらいます。いろんなところを。マーモグラフィーとかでまたぺっちゃんこにされたりとかね。あれ痛いんだよね、本当に。めっちゃ痛いんだよね。ちなみになんですけど、この間、TwitterX で、愛情いっぱいアイカップから、J になりそうですみたいなこと言ってましたけど、無事、ジャパン昇格しました。ありがとうございます。ありがとうございます、なのかわかりませんけれども、ジャパンに昇格しましたね。もう次は、K ですね。K に行っちゃったらもう、ラミはナイトになるんで、雪国出身のナイトに昇格するということになりますね。なんだけど、なんかね、K がもうね、限界っぽい気がするんだよね。下着屋さんも、いろいろあるんだけど、大きい下着が売ってるところとかも、通販とかで、ネットでさ、大体がね、あって K まで、ないのよ。K までも基本ないんだよ。ないんだけど、あって K なんだよね。K 以上になっちゃったらもうどないすりゃええねんと。ノエタに前聞いたら、なんか海外のところで買ってるよーって言ってたんだけど、いや、オーダーメイドとかさ、オーダーメイドだってもったいないじゃん。ラミーさ、上と下揃ってないと基本嫌なタイプなんだけどさ、上と下オーダーメイドしなきゃいけないでしょ。しかも上がまたサイズ変わったらまたオーダーメイドしなきゃいけないんでしょ。しかも下着って1着とかじゃなくてさ、やっぱさ、3着、4着、5着とか持っとくべきでしょ。ってなるとさ、そんなにオーダーメイドするの？無理よ。無理だよ。いやもうね、サイズが変わんないんだったらいいよ。サイズが変わんないんだったら。でもさ、いまだに上下するからさ、なんなら下はしない、上するからさ。それ考えるとね、いやでもね、安いんだよ。その、ネットとかで買うと、本当に安いやつとかでさ、なんか、セットで、5000円以下とかで売ってるからさ、それぐらいだったら、サイズが、まあ、変わっちゃっても、まあ、許せる。上と下でセットでね、それぐらいだったら、まあ、でもね、なんか、いいやつとかね、その、体にちゃんとこの、いいブランドのものとかになると、万とか超えるけど、もうね、そんな、いいものは買わない。安くていい。安くていいからサイズがあればいい。もう、それだけ。もう、サイズがあればいいです、みたいになってる。正直ね、なんかコラボとか来ないかなーって思うんだけど、下着のコラボとか、まあ、コールさんとかね、仮にあったとしても、やっぱり、女性リスナーさんの数から考えると、なかなか、個人的にはコラボしたいんですけどね。3D プリンターとかで簡単に作れたらな。いや、硬そうくない ?3D プリンターは。この胸の下のとこめっちゃ痛くなりそうだな。カッチカチだね。ラバー素材も作れるよ、プリンター。ラバー素材もでもダメじゃない？ラバーも硬くないか。やっぱこう、ラミーね、できる限り締め付けないのがいいんだよね、上は。みんなに伝わるかわかんないけど、ワイヤーとかがないやつが本当はいいんだよ。でも、ワイヤーとかがないと、やっぱりこの、綺麗には見えない、この形的にね。でもさ、もはやもう形とかどうでもいい。
楽ならいいみたいな境地に達してるから、ワイヤーねもう抜きたいもんね。でも抜いちゃうとやっぱりそのちゃんと支えられないというか、そのね下着本来の性能が発揮できないという、なかなか難しいところですね。